Hello again. And aren't you glad I picked this movie? Yes, I can hear you cheering out there. Thank you so much for continuing to watch this thing. And I assure you that it will eventually end. See you then. もしもし、楠木です。いやいや、どうも先日は失礼しました。行きますとも。 今手入れしてるところですよ。この分だと天気は良さそうですな。じゃあ今夜は東京駅で。昼間は来るなと言ってあるじゃないか。来ちゃ悪いかね。つけられちゃいないよ。用事はないはずだ。こっちにはあるんだよ。またアンプルか。いい加減にしろ。東名高線を取ってこいと言ったら、また人殺しをしてくる。そんな奴にアンプルがやれるもんか。老いぼれた化け物が変に手向かいしやがるんで、ついやっちまったんだ。じゃあ美恵子はどうしたんだ。あいつは俺を裏切ったんだ。とにかく余計なアンプルは一本もないんだ。くれなきゃ帰らねえまでさ。どうしたい、ぶっ放さねえのか。もっとも玉なしじゃぶっ放しようもねえだろう。おい、一体どうなんだ。俺は秘書の女のことは違うんだ。いいな。今夜俺は寮に行く。今度こそうまくやってくるんだぞ。東名高線は絶対に手に入れる必要があるんだ。いいか。分かったな。分かってるよ。これさえあれば何でもやってくるさ。
死因の火傷はこの中に入ったこの薬に間違いありませんな。ほう、たったそれだけの量で、あんな大火傷ね。多田君。は。また密室だね。は。窓は残らず戸締まりがしてありましたし、ドアも外から鍵がかかって。外から。は。すると山田はどっから入ったんだろう。あそこだ。は。あそこ以外には入るところないよ。しかしあんなところから。うん。ハエならね。ハエ。ハエ男だ。なんだ君たち、失敬じゃないか。いくら警察官でも無断で人の動きする。逮捕状です。バカ、何の理由で私を逮捕するんだ。数ヶ月来姿なき殺人鬼として世間を騒がしている一連の殺人事件の容疑者として逮捕します。公務の執行を妨害するつもりですか。バカバカして話にならん。帰りたまえ。すぐ顧問弁護士を呼んでこちらから話をつける。とにかくご同行願いましょう。逮捕状に記載してあった事項の他にも山田敏夫変死事件の参考人として。山田が変死？いつだ。昨夜12時過ぎ早川研究所で全身大火傷を負って死にました。私は昨夜奥伊豆の宿にいてたった今帰ってきたばかりだ。必要とあらば証人は何人でも連れてくる。さあ行きましょう。よせ、無理に連行するというなら人権蹂躙で告訴するぞ。佐々木さん話せ。証拠を見せろ証拠を。私は見た。私は証人だ。昨日この部屋で山田に何を命令した。早川博士と杉本君を殺したのはとりもなさず貴様だ。負けたよ月岡さん。まさかあの時に入ってきたのがあんただと思わなかった。若林君、こうなったらどこへでもついていきますよ。しかしこの格好じゃね。ちょっと着替えさせてください。いや、もう逃げ隠れはしませんよ。田田君。はThank you.
今日か。ああ、遅れてすまん。急な用というのは。うん、早男から電話で今日の2時に君と僕とに話があると言ってきたんだ。2時、するともう、うん、その電話どこから来たんだ。公衆電話なんだが、もし今日も電話なら何とかして突き止めたいと思って手配はしてあるんだ。佐藤君、準備はいいね。はい、こちらは準備できております。